定の条件を達成すると。もらえるものはもらっておきましょう。雰囲気は良好です。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。ニナンが諸君の草履懐で温めておいたです。食べ物をくれるんです。主様、お腹は空いていませんか？何事もお腹を。どこにいるか見失うことがあるなんて、あの能力。ミッションをクリア。張り切っていきましょう。あっち来いです。冷たいです。次だけです。次はどいつだ。反攻開始。ギルド管理協会です。お疲れ様です。ここでは討伐所。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。こんなものかな。
で帰るなんて。嬉しいけど緊張するよ。な、何を話せばいいんだろう。謝んなくていいって。それより君たちに伝えたいことがあってさ。で、ここで待ってたんだ。私たちに伝えたいこと？ああ、二人ともあそこのバイトはもうやめた方がいい。それってどういう理由？なんて仇が知る必要はないですよ。え、でも質問とかは受け付けねえです。ギャングの忠告はちゃんと受け取っておくもんですよ。うん。急にバイトを辞めろなんて言って悪いな。だけどこれが君たちのためだと思うからさ。お詫びに新しいバイト探すのを手伝おうか。そうだ、もし喧嘩が強いなら喧嘩屋なんてどうかな。喧嘩なんて絶対に無理ですよ。バカなこと言ってんじゃねえですよ、カヤピ。そんなことより歩みにはもっと大事な話があるですよ。単刀直入に言うですよ、歩み。私にそのステルスっぷりのコツを教えてほしいです。え、コツなんて言われてもそんなの特にないよ。そんな、私の計画がいきなりおじゃんですか。計画って何考えてたんだよ、いのり。カジノで歩みと会った時ビビッときたんですよ。この能力を身につければボスのお仕置きからだって逃げることができるって。だから絶対に私もステルス能力を身につけてやろうって思ってたんですよ。しょうもない理由だな。うるさいですよ、カヤピー。このままじゃボスに怒られ続ける人生が確定するです。そんなの耐えらんないですよ。どうしても諦めらんないです。こうなったら今日は歩みのことを観察しまくってその姿を隠す技術を盗んでやるですよ。え、私を観察？それしかないです。その能力を絶対に私も使えるようになってみせるですよ。じー、いつもは観察する方だから観察されるのってなんだか恥ずかしいな。あー、祈りだ。ねえねえ、祈り遊ぼう。いやー、私は今忙しいですよ。ガキンチョと遊んでる暇なんてないんです。こちとら人生がかかってんですよ。この子おー
間のガキンチョですよ。幹部の私相手にいつも構ってほしがる生意気なやつです。ほら邪魔ですよ。ガキはとっとと帰ってお勉強でもしやがるです。遊んでくれないの？そんなのやだ。祈りと遊びたい。この子、祈りちゃんのことが好きなんだね。ねえ、祈りちゃん、みんなでちょっと遊ばない？あゆみも一緒にですか？ならいいですよ。遊んでるうちにステルス能力のヒントが何かわかるかもですし。やったー。じゃあ何やろうか。かくれんぼとか。あゆみが隠れたらかくれんぼなんて永遠に終わるわけないですよ。さすがにそんな遊び却下に決まってるです。ここはもっと知的なゲームをするですよ。そう、トランプしかないですよ。ここがいのりちゃんたちのアジト。お邪魔します。じー。観察されてる。ねえねえ、トランプやるって言ってたけど、何するの？うん、そうですね。ババ抜きでもするですか。けど、ただのババ抜きじゃギャングらしくねえです。今回は特別にイカ様ありでやるですよ。え？イカ様？そんなの私、やったことないよ。だからって手加減したりなんてしないですよ。覚悟しやがれです、あゆみ。この勝負、負ける気がしないです。なぜならこんなこともあろうかと事前にトランプに傷をつけてたですからね。つまりみんなの持ってるカードが何なのか全部お見通しってことです。私の独断上間違いなしですよ。と思ってたですけど。あ、私あがりです。これで6回連続ですよ。こっちはどのカードにどの傷つけたのか完璧に忘れたせいでただのババ抜きになってるってのに。そんなイカ様やろうとしてたのかよ、イノリ。そんなことはどうでもいいんですよ。大事なのはアユミがどうやってイカ様してるのかってことです。毎回毎回一番最初に上がるなんて、そんなの相手の手札を直接見ない限りできるわけがないです。まさか。私こっそりみんなの後ろに回ってカードを見させてもらってたんだ。この場の誰にも気づかれずにそんなことできる人間がいるんですか。あゆみちゃんすごいね。やべえやつでしたね。そんなことないよ。いいや、謙遜なんてする必要ないですよ。この私が認めるなんて大したやつです。褒めてやるですよ、あゆあゆ。え、あゆあゆってもしかして私のこと？他に誰がいるですか？それとも私がつけたあだ名が気に入らないですか？あだ名なんてつけられたの初めてだから驚いちゃったんだけ。あゆあゆか。ちょっと照れるけど嬉しいな。ありがとう、いのりちゃん。私のネーミングセンスの良さには自分でも驚かされるです。もっと感謝してもいいですよ。
にしても結局あゆあゆの能力のヒントは見つけられませんでしたね。けど仕方ないです。多分あゆあゆのステルスっぷりは誰にも真似できないもんなんですよ。一緒に遊んでてそのことがよくわかったです。ま、当初の目的とは違ったけど、よかったな、祈り。友達ができてさ。なんか私のことガキ扱いしてないですか、かやぴー。悪い悪い。と、もうこんな時間か。子供もいることだし、みんなを送ってくよ。トランプ楽しかった。また遊ぼうね、祈り、あゆみちゃん。うん、約束する。いっぱい遊ぼうね。今日みんなと遊べてよかった。ところで、気になってることがあるんだけど、一つ聞いてもいいかな、祈りちゃん。お、どうしたです？何でも聞くといいですよ。私たち友達じゃねえですか。そのさっきカジノのバイトをやめた方がいいってそう言ってたでしょ。それってなんでなのかなって。カタギは知らなくていいって言ってたけど、友達でも知らない方がいいことなのかな。カタギが知っても何もできないし、怯えさせるだけだから黙ってようと思ってましたけど、あゆあゆが知りたいってんなら教えてやるですよ。あのカジノのオーナー、カジノ王ジーノのことはあゆあゆたちも見たですよね。うん、あの宝石を持っていた人だよね。そうです。あいつは表向きは大成功したカジノオーナーとして知られてますけど、裏じゃ相当悪どいことをやってるです。例えばカモを見つけたらイカサマで金を巻き上げるなんて日常茶飯事さ。さっきカジノで全財産をすっちまって暴れてたやつがいましたけど、多分あいつもディーラーにイカサマでかまられたんでしょうね。カジノでイカ様が？そうですよ。私たちみたいな遊びじゃなく、大金をかけたカジノでです。あのクソムカつくカジノ王はやりたい放題してやがるですよ。カジノでは資金洗浄が行われているし、貴族や要人へ相当な額の賄賂も送られている。あのカジノは真っ黒なんだよ。私たちそんな怖い場所でバイトしてたなんて。それにあのカジノの連中と来たら、この島にまで手を出そうとして。ぶん殴られてえか、てめえ。向こうから聞こえてきたですね、この声。またあの人だ。てめえ、いつになったらこの家を手放すってんだ。この家は誰にも渡さない。パパ、あいつ地上げ屋ですよ。何度も言わせるんじゃねえ。さっさとここを明け渡せってんだ。言うこと聞けねえってんなら痛い目見てもらうぜ。パパ思いで泣かせるね。邪魔すんならガキといえども容赦しねえぞ、こら。ずいぶん舐めた真似してくれんじゃねえか。叫やがって。もう我慢の限界だぜ。てめえ、喧嘩や。
ここは俺たちの島だ。売ってんだよな、喧嘩。なら買ってやるよ。うわ、うわ、今日のところはここまでにしてやる。覚えてろよ。怖かった。ありがとう、かやちゃん。いいんだ、ほら家に入って休みな。今みたいに私たちの島にカジノ王の野郎は平気で手を出してくるですよ。ひどい。あれ、でも祈りちゃんたちってカジノの警備のお仕事をしてるんだよね。こんな理不尽なことされてるのにどうして。カジノの後ろ盾に貴族の連中がいるからさ。悪徳貴族どもはたっぷりと賄賂をもらってるからな。カジノ王の言うことなら何でも聞くってわけだ。そういうわけでカジノ側の言い分はある程度飲まざるを得ないんですよ。下手にカジノと揉めたら向こうは貴族に働きかけてギャングを締め付けてくるですからね。私たちの島は地上げして奪い取る。その代わりカジノ警備のしのぎをくれてやるから黙ってろ。そういうわけです。要するに舐められてんですよ私たちは。それでも、それでもカジノと争いにならないよう今まで我慢してきたですよ。それなのに、ついあの地上げ屋を殴っちまった。ボスに怒られるかもな。後で一緒にボスに謝ってやるですよ、カヤピ。っていうか、そもそも自分たちの島を守ろうとしただけだから何も悪いことなんてしてないですからね。にしても、あのカジノ王とかいうゴリラ筋肉野郎、そのうち吠え面かかせてやるですよ。あいつの弱点は知ってるですからね。弱点？そう、ボスによればあいつはカジノの金庫室に裏帳簿を保管してるらしいですよ。それを盗み出してナイトメアにでも渡せば、あのカジノ王の悪事は全部明るみに出て逮捕されるですよ。そうなりゃあいつは終わりです。金庫の中には超貴重な宝石とかもあるらしいですし、そういうのもついでに盗めばでかいしのぎにもなるです。島も守れるし、しのぎにもなる。私の考えたカジノ泥棒作戦が成功すりゃ全部解決ですよ。けどカジノって警備とか厳重なんだよね。盗むなんて難しいんじゃ。あゆあゆは案外鋭いですね。確かにこの計画はいろいろと問題があるです。まあカジノとのゴタゴタは私たちギャングの問題ですからね。今話したことは気にしないでほしいです。うん、それはそうと、二人とも明日はちゃんとカジノへ行くですよ。カジノの人たちって悪い人たちなんだよね。それなのになんで。何驚いてんですか。悪党どもばかりのカジノとはいえ、バイトを辞めるからにはけじめってもんが必要です。辞めますってしっかり伝えに行くですよ。無断でバイトを辞めたらそれこそ面倒なことになるかもしれないしな。心配いらないって。よほどのことがない限りバイトが辞めるくらいで向こうも変な真似はしないさ。それならいいんですけど。怖いな。まあ無理もねえです。なら明日は私もついてってやるですよ。大船に乗った気でいるといいですよ、あゆあゆ。お兄さん、ありがとう。祈りちゃんが一緒なら安心だよね。
どこにいるか見失うことがあるなんて。ギルド管理協会で。カジノってすごいな。ポーカ。張り切っていきます。結果は予測していました。張り切っていきましょう。一瞬で決めるよ。油断せずに進もう。反抗開始。ドラゴンズファントム。覚悟はできてる。ミクマリン奥義アチュラ。豪快に決めるぞ。やるぞ相棒。神秘天皇超人撃。反抗開始。ドラゴンズファントム。続けたいです。ああ、お兄ちゃんのためだもん。楽勝です。私が怪盗になる日が来るなんて思ってもいませんでした。一度やるって決めたはずなのに、今になって怖くなってきちゃいました。先輩がそう言うのなら、ちょっとだけ自分を信じてみてもいいのかな。こんな大人っぽいところでバイトなんて私にできるかな。先輩のプレゼントのためだもん。頑張らなくちゃ。するときも緊張したけど、バイトを辞めるっていうのはそれ以上に緊張するかも。なーに、たかだかバイトを辞めるくらい大したことないですよ。ボスの陰口を言ってるところを本人に聞かれた瞬間に比べれば緊張するに値しないです。そうなの？そうです。てなわけで早くすっぱりやめるって言いに行くですよ。けどその前に落ち着いて深呼吸。おお、いたいた、そこのスタッフ。
この二人からちょっと話があるですよ。二人と言ったが、昨日からバイトに入ってもらった彼しか見当たらないけど。私も一応ここにいます。おっと、これは失礼。気づかなかったよ。で、どうしたんだい？今日は君たちのシフトはなかったはずだけど。その、勇気出すですよ、あゆあゆ。その…私たちバイト辞めたいんでしょ？こんだけど、言えた。そうか、分かった。残念だけど、無理強いはできないからね。一日だけだけど、一緒にお仕事できてよかったよ。お疲れ様。お疲れ様でした。それじゃあ、失礼します。ああ、ちょっと待った。辞めていいのは彼だけだよ。君に辞めてもらうわけにはいかないな、あゆみくん。バイト辞めてもいいけど、あゆあゆはダメ？どういうことですか？実のところ、昨日あゆみくんがバイトをしているところをこっそりと観察させてもらったんだ。カジノ王、ジーノ様の命令でね。あゆみくんのことにはお客様もスタッフも誰も気づけないし、気配もない。まるで忍者だ。かくいう私も君を観察している最中、何度も何度も姿を見失ったよ。そのことをジーノ様に報告したところ、やはり俺の見込んだ通りだ、ぜひ歩みを我が組織に迎え入れたいとおっしゃってね。どうして私なんて何にもできませんよ。いいや、ジーノ様のお考えは違う。君のその能力をもってすれば何だってできるとおっしゃっていたよ。例えば客のカードを気づかれずにすり替えるなんてイカ様、君からすれば朝飯前だろうし、貴族や要人、あるいは王宮などにスパイとして送り込んで情報を盗ませてもいい。君のその能力には無限の利用価値があるんだよ。わかるかい、あゆみくん。わかりません。それに、悪いことだってしたくありません。私たちの元に来る気はないと。仕方ない。手荒な真似はしたくないが、君のことはどんな手を使ってでも手に入れろと命令を受けている。さあ、こっち来るんだ。ふざけんじゃねえですよ。あたしの友達に触れるなんて、死んでも許さねえです。大丈夫ですか、あゆあゆ。ただ、手を引っ張られただけ。それより、いのりちゃん心配する必要はないですよ、あゆあゆ。こっちにだって味方はいるですからね。来るですよ、お前ら。おうよ、話は聞いてたぜ。警備のしのぎなんてとっくに飽きてたとこだ。暴れさせてもらうぜ、いのりちゃん。言っておきますが、これは個人間の喧嘩では済みませんよ。カジノとギャングという組織同士の争いの引き金となりかねません。それでも構わないのですか？先に手を出そうとしたのはそっちじゃねえですか。カヤピーじゃねえですけど、売られた喧嘩は買うですよ。けど、みのりちゃん。心配はいらないですよ。あたしたちはギャングですからね。お前ら全員ぶっ潰してやるですよ。エリアー！
心はできないぞ。すぐに他のフロアから増援が来るぜ。ここは逃げるぞ、祈りちゃんたち。まだですよ。こいつらは舐めた真似してくれたです。弓によってあゆあゆに、私の友達に手を出そうと。一人残らずぶっ飛ばさねえと気が済まないですよ。祈りちゃん、しっかりしろや。自称とはいえ幹部なんだろ。もしあの用心棒のやつが来てみろ、たちまち全滅だぞ。けどここで引き下がるなんて。祈りちゃん、もういいから逃げよう。あゆあゆを危険にさらすわけにはいかないですね。脱出するです、みんな。アジトまでクリア、ひとまずは安心なはずです。ボスもカヤピーも今はいないみたいですね。ごめんね。私のせいでみんなに迷惑かけちゃった。何言ってんですか。アユアユはほんの少しだって悪くねえです。悪いのはあのカジノの連中ですよ。あの野郎ども、私の友達に手を出そうなんて。祈りちゃん、落ち着け。言われなくたって私はこれまでにないくらい冷静です。ならいいんだが、今後のことはボスに相談しよう。聞いてるか、祈りちゃん。そう、私は冷静です。冷静だから、このままじゃあゆあゆがいつまでもカジノ王の野郎に狙われ続けることになるってちゃんと分かってるですよ。だからあれをやってやるです。やってやるですよ。どうしたんだお前ら、何かあったのか。ああ、実は。なるほどな。ボスももうすぐ戻るはずだ。それまで待っててくれ。なあ、祈りは一緒じゃないのか。あれ、さっきまでそこにいたのに、いつの間に。まさか、あいつ。あの筋肉野郎、絶対に許さないですよ。カジノごとぶっ潰してやらねえと気が済まねえです。やってやるですよ、カジノ泥棒作戦を。うまく盗みが成功すりゃ、友達も島も全部私が守ってやれるですからね。ボスやカヤピンにこの作戦を話してもどうせ反対されるだけですからね。これは一人でやんなきゃダメなんです。けど大丈夫です、散々イメトレはしておいたですからね。たかだか金庫室の裏帳簿を盗むくらい楽勝ですよ。何がカジノ王ですか。祈り様を怒らせたこと後悔させてやるです。ここまでは順調でしたね。私には泥棒の才能があったのかもです。このまま楽勝で盗んで。ん？お前、誉れのところの。あんなことがあった後に一人で乗り込んでくるとは、ずいぶんいい度胸をしてるじゃねえか。よほど腕っぷしに自信がなさそうだな。すまんね。来るなら喧嘩屋の方に来て欲しかったもんだ。おい、おとなしくついてこい。案内してやるよ、ローマでな。やっちまったですよ。めちゃくちゃあっさりと捕まったです。こんなはずじゃ。何やってんですか私は。
一人で突っ走って何もできずに終わるなんて、私は役立たずのダメダメドラゴン族ですよ。あゆあゆ、かやぴ、お兄さん、それにファミリーや島のみんな、それからついでにボス、ごめんですよ。ついで扱いされちゃったけど、一応反省はしているみたいだね。その地獄の鬼よりも怖い声はボス？私たちもいるよ。あんまり心配させんなよな、祈り。みんな助けに来てくれたんですか？けどどうやって？竜眼を使えば見張りの様子はすぐに把握できるからね。それにホールを警備してた連中がいなくなったからな。残った人員をホールと金庫室の方に集中させているみたいだ。この地下牢方面はかなり手薄なおかげでなんとかなったよ。でもいつ見張りの人が来るかわからないし、早く逃げよう、祈りちゃん。わかったですよ。さて、言いたいことはいろいろあるけど、カジノには手を出さないでって言ったよね。それはだってあゆあゆが、それに島だって。ギャングの幹部がカジノのスタッフたちと揉め事を起こして、その後一人で乗り込んでいって、その上牢屋から脱走した。当然向こうは黙ってないだろうね。このままだと抗争になりかねないよ。そうですよね。かなりヤバいことをやらかしてしまったですよね。脅かすようなこと言ってごめんね。大丈夫、カジノとはいつかこうなるって織り込み済みだよ。落ち込む祈りちゃんが可愛くてついからかっちゃった。怒ってないですか、ボス。祈りちゃんは大事なものを守るために行動したんでしょ。だったら怒ったりなんてしないよ。そうですか。ちょっとだけ安心したですよ。で、これからどうする、ボス。私はね、今回の出来事はちょうどいい機会だって思うんだ。だって私、前からあのカジノ王の財宝を狙ってたからね。そうなのか？初耳だけど。言ってなかったからね。私が狙っている獲物はね、竜の卵と呼ばれる伝説の宝石なの。竜の卵、それって昨日カジノ王の野郎が使ってた攻撃を吸収したり出したりできるって宝石ですか？でもね、エネルギーの吸収や放出といった性質はあくまで竜の卵の一面に過ぎないらしいよ。らしいってどういうことですか？真偽不明なんだけどね、その竜の卵にある一定以上の力を加えるとドラゴン族のルーツが分かるアイテムへと変化するって情報をこの前手に入れたの。ドラゴン族のルーツ？ドラゴン族の家系図かなんかにでもなるってことですかね。どうだろうね。何にせよ情報が本当かどうか確かめるためにも竜の卵が欲しいんだ。ボスがその宝石を狙ってるのもその理由も分かった。けどよ、
どうやって手に入れるんだ？カジノを真正面からぶっ潰して奪い取るとか？抗争はなるべく避けたいかな。ランドセルにとってカジノは今やすっごく重要な施設だからね。世界各国から要人たちが集まってカジノでギャンブルを楽しんでるくらいにね。そんな重要な施設に抗争は仕掛けたくないな。もちろん私が前に出れば戦い自体は勝てるよ。けど抗争でカジノを潰したとあれば、私たちは大陸中から目をつけられちゃうから。そうなったらかなり面倒だし、それに今は特に目立ちたくないんだよね。だから祈りちゃんがやろうとしたみたいに、バレないように忍び込んで盗むっていうのはいいアイディアだと思うんだ。結局カジノ王の財宝や裏帳簿を盗み出せれば、欲しいものは手に入るし、カジノ王は逮捕される、抗争も回避できる。問題は全部解決しちゃうわけだからね。そんなことができりゃそれがベストかもな。けどもう盗もうとして一度失敗してるぜ。何回やったところで同じ結果になると思うけど。クヤピーの言葉が私の繊細な心を突き刺しやがるですよ。祈りちゃんってばいい反応するな。まあそれは置いておいて、カヤちゃんの言う通り、祈りちゃんとカヤちゃんが何度盗もうと挑戦したとしても、カジノの金庫室までたどり着くことすらできないだろうね。けど私は切り札に心当たりがあるんだ。なんか嫌な予感がするですよ。けど聞いてやるです。その切り札って何なんですか？それはね、あゆみちゃん。私が切り札ですか？そうだよ。ねえあゆみちゃん、祈りちゃんたちに力を貸してくれないかな。急にそんなことを言われても。というか、どうして私なんですか？あゆみちゃんはものすごい能力を持ってるからだよ。そう、まるで怪盗になるために生まれたかのような能力をね。怪盗？その誰にも気づかれない能力、怪盗にぴったりだよ。だから力を貸してくれると助かるんだけど、ダメかな。それにこれはあゆみちゃん自身のためにもなるしね。このままだとカジノ王にずっと狙われ続けることになるかも。そんな人生嫌でしょ？それは嫌ですけど、でも私怪盗なんて自信ないです。そりゃそうですよね。っていうかボス、あゆあゆに何やらせようとしてるですか？これは私たちギャングの問題です。私たちで解決するですよ。いのりちゃん、いのりちゃんって優しいよね。だから私やみんなのために怒って、一人でカジノへと向かったんだ。このままだとカジノといのりちゃんたちとの間で争いが起こるかもしれない。そうなったらまたいのりちゃんは悲しむことになるかも。何やってんですか私は。一人で突っ走って何もできずに終わるなんて。私は役立たずのダメダメドラゴン族ですよ。もう友達が悲しんでる顔なんて見たくない。それにカジノの裏帳簿を手に入れることができたら、あのカジノ王さんを逮捕できるって。そうなったら
の子たちみたいにカジノに苦しめられている人たちを助けられる、先輩みたいに人助けができる。だったら私やります。うん、あゆあゆ本気ですか？うん、怖いけど怪盗になって何かを盗むなんて想像するだけで体が震えるけど、でも私なんかで役に立てるならやってみる。いのりちゃんやみんなのために。あゆあゆ、あゆみちゃんありがとう。これで怪盗団結成だね。私も怪盗として頑張っちゃおうかな。ボスは引っ込んでるですよ。これは私たちのしのぎです。あゆあゆと一緒に必ず成功させてみせるですよ。よく言ってくれたね。それでこそ幹部だよ。じゃあ今回私はサポートに徹することにするね。いろいろと用意するものがあるから一晩待ってて。あゆみちゃんたち今日はアジトに泊まってくといいよ。はい、ありがとうございます。いろいろとあった一日だったけど、いのりちゃんとお泊まりするのは楽しそうかも。あれ、よく考えたら先輩とも一緒にお泊まりすることに。あゆみちゃんって面白いな。みんなおはよう。早速だけど、はい、これこれってもしかして怪盗服ですか？うん、久々に衣装作るのって楽しかったな。ボスのお手製ってことはただの衣装じゃなさそうだな。ピンポーン、私の魔法で気配遮断効果のあるものに仕上げておいたの。これなら怪盗活動の役に立つはずだよ。そんな怪盗服テンション上がりまくるに決まってるですよ。早く着替えるとするですよ、あゆあゆ。着るのって初めてです。似合ってるよ。え、そうですか。先輩の方こそよく似合ってましょう。今の私に忍び込めない場所はないですよ。大怪盗祈り爆誕です。はいはい。これさえ着てればボスからだって逃げれるんじゃ。何か言った？祈りちゃん。なんでもねえですよ。私何の取り柄もないですけど、精一杯頑張って盗みます。よろしくお願いします。あゆあゆに何の取り柄もないわけねえですよ。私的やべえやつランキングぶっちぎりの2位です。1位は。聞くまでもないな。私のどこがヤバいって思ってるのかな、祈りちゃんは。なんて答えてもまずい気がするですよ。とにかくあゆあゆさえいれば負ける気がしねえです。私らでカジノをぶっ潰してやるですよ。ところで、カヤピーは着替えないですか？そういう格好は喧嘩には向いてなさそうだからな。怪盗の仕事はみんなに任せた。その代わり、もし戦いになったら俺に任せな。頼もしいです、カヤさん。まあ、そもそも
戦闘になんてならないように立ち回らなきゃいけないんですけどね。万が一の時は頼んだですよ。さて、それじゃあ準備も済んだことだし、作戦会議を始めるですよ。ノーオの野郎、絶対手早く掃討しようか。バッチ来いです。死ぬと決まってる。これがまた決まってる。これでどう。次はどいつだ。やるぞ相棒。神秘天皇超人撃反攻開始。ドラゴンズファントム本気に行きますよ。豪快に決めるぞ。ついてこれ。覚悟はできてる。ミキマリン王義反攻開始。全力を出します。コスモブルーフラッシュ。ついてこれ。反攻開始。ドラゴンズファントム。大悪党の時代だ。報酬がもらえますよ。チェックしてみてください。諸君、特定の条件を達成すると報酬がもらえます。諸君、手をつなぐです。これでニノンと諸君は固い絆で結ばれたです。このストーリーイベントを楽しめず。諸君、ご飯にするです。お風呂にするです。それたまボスですらどこにいるか見失うことがある。お疲れ様です。カジノってすごいな。豪華できらびやかで、こんな大人っぽいところでバイトなんて私にできるかな。張り切っていきましょう。大怪盗さっさと見ないぞ。これがまた仕掛けだ。まだまだ余裕です。切り開くぞ。観光開始。ドラゴンズファントム。もうすぐ任務完了。覚悟はできてる。ミクマリン王やるぞ。あいつら神秘天皇超人撃。ついにこれ開放開始。ドラゴンズファントム続けないで。
ボスの作った怪盗服を手に入れた私は無敵です。大怪盗祈り様、ここに爆弾ってわけですよ。これさえ着てりゃボスのお仕置きからだって逃げられるかも。それはやってみないとわかんないですよ。まあ、アユアユのステルスっぷりすらボスがその気になったらバレるみたいですし、絶望的ですけど、夢は捨てちゃダメです。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。リナンがぐるるん、あ、おな、ボスですらどこにいるか見失うことがあるなんて。特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。リナンが諸君の草履懐で温めておいてです。一緒に出かけましょう。
定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。ニナに切れぬものはないです。将軍は館船に乗ったつもりで安心し食べ物をくれるんですか。カジノってすごいな。豪華できらびやかで、こんな大人っぽいところでバイトなんて私にできるかな。ああ、先輩のプレゼントのためだもん。